逆再生とは、文字通り、音声や動画を逆向きに再生することです。実は、週刊少年ジャンプの大人気漫画作品、呪術廻戦には、アニメの方で、この逆再生を利用することで紐解かれる秘密が、いくつか存在します。かなり話題になったことですが、逆再生は、普通に見ていただけでは気づけないので、知らない方も少なくないのではないでしょうか。また、なぜこのような逆再生ネタが盛り込まれているのか、という部分が気になるところです。そこで今回は、呪術廻戦に隠された逆再生ネタと、その仕掛けに込められた意味に関する考察まで紹介していきます。逆再生ネタを総まとめにした上で、逆再生から考察される説も紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。特級呪霊、花見のセリフ。呪術廻戦の逆再生ネタで最も有名だと言えるものが花見のセリフです。花見は人が森を恐れる感情から生まれた特級呪霊であり、作中では主人公の虎杖悠仁など呪術師の前に敵として立ちはだかったり、五条悟から雑草呼ばわりされていたキャラでした。そんな花見は理解不能な独自の言語を使用していて、花見の仲間である特級呪霊の上吾からも何を言っているかわからないから喋るなと言われてしまっています。しかし、花見の言葉は、アニメの方のセリフを逆再生することで、その言葉が聞き取れるという秘密がありました。アニメ第5話のセリフ。花見が初めて喋ったのは、コミックス2巻、第10話であり、呪詛師の夏油傑や特級呪霊の上吾と街を歩いているシーンでした。そこでは、夏油と上吾が、呪いの王、両面宿儺について話していたところ、横から口出ししています。これに対して、上吾に、貴様は喋るでない、何を言っているかわからん、と怒られてしまいますが、このセリフを、アニメ第5話の方で逆再生した結果がこちらです。さすが呪いの王ですね。このように、さすが呪いの王ですね、と、会話に同調していたことが判明しました。また、花見は、人間の言葉を理解しているのだということもわかります。なお、その後、上吾が、内容は頭に流れてきて気色悪い、と、言っていることから、どういうわけか、意思疎通を図ることができているみたいです。ちなみに、花見の声が、女性のようにおしとやかな声だったのは、個人的にも驚きました。アニメ7話のセリフ。次に、コミックス2巻第16話でも、花見が、理解不能な言葉で話しました。このシーンは、上吾が、五条悟に無謀な戦いを挑んでいたところ、遠くから見ていた夏油傑と花見が、会話をしているシーンになります。夏油が、花見に向けて、高専関係者に顔を見られるわけにはいかないから、助けにはいかない。呪霊の君たちに情があるのなら、上吾を助けに行けばいい、と告げたところ、花見は、何かを夏油に言った後、上吾を助けに行きます。アニメ第7話での、このセリフを逆再生した結果がこちら。私たちこそ人間ですから。ありますよ。私たちこそ人間ですから、ありますよ、と、呪霊の我々こそが真の人間だから、情はあるということを告げて、上吾を助けに行っていたのでした。なお、花見のセリフの後、夏油が、よく言うよ、呪霊の分際で、と、独り言をつぶやいており、やはり意思疎通は、図れているようです。アニメ18話のセリフ。続いて花見が発言したシーンは、コミックス5巻第43話での一幕です。呪術高専東京校と京都校の交流戦に、花見や呪詛師が乱入するというエピソードなのですが、虎杖悠仁の一つ上の先輩である、犬巻棘のもとに、突然花見がやってきます。ここでも、意味不明な言葉をつぶやいているのですが、アニメ18話での、このセリフを逆再生した結果がこちら。あら、一人ですか、と、おしとやかな言葉をつぶやいていたことが伺えます。ちなみに、呪言師である犬巻棘も、戦闘時以外は、おにぎりの具のみを使って話しているため、花見と犬巻の夢の共演がなされたこのシーンは、読者からすれば、理解不能なシーンとなっていました。なお、花見のセリフに対して、犬巻は、鮭、イクラ、明太子、と返していますが、鮭は皇帝の意味があることが、作者から明言されていて、イクラと明太子に関しては、よくわからないとされてます。ただ、作中の描写を踏まえると、犬巻の発言は、なんとなく語感が近い言葉が選ばれていると考えられるので、鮭、イクラ、明太子は、そうだ、それじゃあ、戦うか、といったニュアンスではないでしょうか。理解可能になった花見のセリフ。その後、花見が話すのは、コミックス6巻第45話ですが、ここから漫画でも、読者がセリフを理解できるようになります。花見は、呪術高専の生徒である、伏黒恵、犬巻棘、鴨憲俊と戦うことになるのですが、攻撃してくる3人に対して、やめなさい愚かな子らよ、と、語りかけています。これに対して、伏黒恵は、音では何言ってるかわからないが、意味は理解できる、と言っており、奇妙な感覚に陥っているようです。ちなみに、このシーンが描かれたアニメ18話の方では、逆再生で、やめなさい愚かな子らよ、と聞ける声が流れた後で、普通に理解可能な言葉でも言い直しています。この後から、花見の話す言葉は、視聴者も対戦相手も理解できるようになり、主人公の虎杖悠仁や、呪術高専京都校の東堂葵と対戦する時も、独自の言語が描かれることなく話していました。
第2クールオープニングの逆再生。ここから先の話はジャンプ本誌の展開に触れますので、ネタバレにご注意の上ご覧ください。2021年1月から3月にかけて放送されていた呪術廻戦第2クールのアニメオープニングのラストにも逆再生の仕掛けが施されていました。オープニング映像は YouTube で公式から無料配信されていますので、まだ見たことがない方はそちらで一度確認してもらえたらと思います。最後のギターが映されたあたりに注目すると、かなり早いシーンですが、ギターが弾かれた後、オープニングの序盤に戻るように逆再生映像が映されているのはわかりますでしょうか。この逆再生の演出の意味は、オープニングで流れた各シーンが時系列としては逆であるということを意味していると考えられています。要するに呪術廻戦の物語の時系列的にはオープニングの最後のシーンから冒頭のシーンという順番で見るのが正しいということですね。それを踏まえればオープニング冒頭の誰かの瞳が開かれ黒い猫が映るシーンが最後の時系列にあたるシーンということになりますが、これは逆再生で考えれば誰かの瞳が閉じて終わっていることになります。そして瞳を閉じた人物は呪術高専の先生五条悟ではないかと言われています。というのも、その後、猫の片目が青く光っていますが、この目の色は五条悟の目に似ていて、さらに目が開かれた際のまつげなどもどことなく似ているように感じられるからです。猫の目が片方だけ光っているのは、陸眼を持つ五条悟の片目に異変が起きることを暗示しているのではないかとする説もあります。そんな五条悟は、原作90話で、偽下等によって獄門鏡により封印されてしまいますよね。実は五条悟が封印される際、偽下等からおやすみ五条悟、新しい世界でまた会おうと言われていました。これはまさに第2クールオープニングの逆再生が五条悟の瞳が閉じて終わっていることとリンクしているように思えるのではないでしょうか。アニメ第2クールは漫画8巻の63話までが描かれて終了しましたが、次のクールではちょうど五条悟が獄門鏡によって封印されることになる原作90話あたりまでが描かれることになるかと思われます。それを踏まえると第2クールオープニング最後の逆再生演出は五条悟の不吉を暗示していて、第3クールの内容につながるオープニングになっているのだとも考えられそうですね。逆再生に込められた意味、呪術廻戦のアニメの中に盛り込まれた逆再生ネタを見てきましたが、考察に過ぎないものであれば、他にも第2クールエンディングの主題歌「Give It Back」が返してほしいを意味していることなど、逆再生に関わる話はいくつか存在します。ではなぜ呪術廻戦にこれほどまで逆再生ネタが盛り込まれているのでしょうか。単純に面白い仕掛けだからという可能性もありますが、仮に意味があるのだと考えるなら、今後呪術廻戦の本編の方で時間が大きく関わってくるのかもしれません。呪術廻戦に登場する術式の中には不死になるものがあったりなど、割と何でもありな状態になっているので、時間を操る術式を持った術師が登場したとしても不思議ではなさそうですよね。一説によれば第2クールのオープニングラストの逆再生できっかけとなっているエレキギターは呪術高専京都校の学長学願寺義信のものであることから、もしかしたら学願寺が時間と大きく関わってくるのではないかという説もあります。もし時間を巻き戻すことが可能になったとすれば、作中で亡くなってしまった数々のキャラクターが復活する展開も夢ではなくなるため、面白い展開になるのではないでしょうか。花見のセリフがアニメの逆再生で聞き取れるようになるというネタは、作者の芥見先生本人が何て言っているかはアニメの方を逆再生で聞いてみてくださいと言っているぐらいなので、芥見先生が最初から仕掛けていた設定だったものと思われます。アニメまで見据えて考えた単なる遊び心だったのか、それとも物語に大きく関わる秘密となってくるのか、皆さんの考察などもあればぜひコメントしていってください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。